じゃあやりばっか。どうもリセルブレッツライバースでございます。
ってデートンピキシャあのいや何も言うことねえやあのさあぶっちゃけねあの最近ライブもちょっとずつできるようになってきたじゃないですか。あのこうやって演奏できるのもめちゃくちゃ嬉しいですけど、僕は何よりみんなに会えるのがめっちゃ嬉しいっす。マジで。さあ、この2年半呪いの言葉もいっぱい入ってきましたわ、本当に。もうただじゃ正気じゃいられなかった、本当に。で、よし、やるか。そんな、あの呪いの言葉ばっかり入ってきたよっていう曲、呪詛。
素敵な一日の、始まりだと思ってるんで、トンプシャワー、1秒でも長くバンドをやり続けてください。あと、すげえここみんな行って楽しいのわかると思うんですけど、こっちの部屋、こっちの部屋に、僕らも含めてトンピクチャーとかも、音源とか物販とかあったりするんで、見てってください。で、わかんない、今日いるお客さんがどれぐらいの年齢なのか正直僕わかんないけど、わりかしおっさんの方だと思ってます。28なんですけどね。29なんですけどね。ちょっとでもかっこいいなって思うバンドとか、みんな財政状況的に音源買えなかったりすると思うんですよ。僕もそういう時いっぱいありました。ただそういう時もみんなシャイなんで、バンドマンってお金、音源買うお金なかったらかっこよかったですの一言でも言ってくれれば、マジでこれから10年20年やり続ける心の糧になったりするんで、お金なかったらそういうこと言って帰っていただけると嬉しいなって思います。僕らじゃなくてね、トンピクチャーのみんなに言ってください。ちょっとすごい、もう一人稚内からわざわざこう来てるんで、来世お帰りとか言ってやってください。本当にありがとうございます。マジで本当ね、こんなアイドル企画に呼んでもらってありがとうございます。よし、そしたら我々あと2曲で終わります。ありがとうございました。